遅いわね。まだ寝ぼけているのかしら。ヘレナ・アンデルセン、行くわよ。殲滅する。授業を始めましょう。樹木がやられた。どこから攻めてきたんだ。ようやく釣れたか。伝令、本国に伝えろ。皇帝陛下の思惑通りにことは進んでいる。この回線にも諸説ありますね。皆さん、どうぞ私にお気遣いなく。私も兵士、我が身は己で守ってみせます。オフィーリア姫、なんてけなげなんだ。でもほら、オフィーリアちゃんお姫様だし、そういうわけにはいかないんじゃないかなってサラは思うけど。いえ、それではダメなのです、きっと。もう動きません。屍ということですか。大丈夫？オフィーリアちゃん未熟ですね、私は。でも克服します。国のために。発見しました。やめたら。そこです。そこです。一気に行くぜ。失礼いたします。努力あればこそですね。姫、立てますか。はい。はい。なら、行動で証明しろ。それでいいな、お前たち。樹木もあらかた片付いた。一気に制圧するぞ。父も経験していないことです。という屈辱だ。陛下には申し開きのしようもない。閣下、敵が。なんだ、何が起きている。とんでもねえ、狂ってるぞお前。覚えていないんだな。そいつがまた好き者で。
お見事、アムレート。これは、孔子殿。クローディアス皇帝陛下にあらせられましては、ご機嫌うるわしゅ。我が軍はすでに陛下のご命令を賜る準備ができております。よう、来たな、今日の主君賞。懐かしいだろ、アムレート。ああ、変わってないな。さあ、始めようか。姫。ゴド。あら、兄様、ごきげんよう。お前もいたのか。とは、ずいぶんなお言葉ですこと。いいから行ってくれ、時間が惜しい。はいはい。姫。何か分かったのですか？具体的なことは、まだ。しかし、アムレート・グレンケアの過去が、アカデミーに来る以前について調べたところ、養父母がすでに他界していること以外何も出てきません。彼には過去がないのです。アムレート。あなたは私の知るアムレートではないのですか？守備を聞こうか、死神よ。ブリタニアの部隊は破壊した。すべてそなたの指示通りに。うん、では次だ。